なんで白石にまで見せてんだよ。白石君も食いの嫌いけしなんて嫌いだよそんなの。気持ち悪いな。何嫌がらせする。もうある意味セクハラだよこんなの。私のは見たくないんですか。ああ誰のでもそんな見たかねえよ。望んのそんなぐらいね、一緒じゃないんだ、見る必要ない。さあそれでは呼んでみましょう。この人はどうでしょうかね。意外と見たいって言うかもしれないですね。デラシアはい、テレビさん、おもたさん、こんにちは。こんにちは。おもたさん、はい、5分も使っていただいてどうもありがとうございます。ほら、テラちゃん、最後なのにもう、今、喉の写真でね。私もその、テラちゃん、左の声帯が。テラちゃん、違う、潰したな、もう、テラちゃん、最後なのに。5分押して。でも、テラちゃん、我慢して、テラちゃんはまださ、ラジオパンチもあるしさ、まだこの業界で活躍できると、おもたはもう活躍できないから。そんなことありませんよ。ねえ、あのメイドの土産だと思って。何をおっしゃいますか。この間のメイド服がね、メイドの土産なのよ。あ、そうなんですか、ね、うん、左のその腫れてる声帯見たいな僕も。見に来て。あ、なんかテレちゃんのあの椅子とか置いとくらしいよ帰り。それはちょっと、ね、アナウンス部のあの名刺名札のとこに貼って帰るから。お待ちしております、はい、それよりも何、私お伺いしますから。はい、お待ちしてます。大丈夫ですよ。いやしかしね、いい陽気になりまして。そうよ、私いきなりね、ものすごくですね、都心にお邪魔してるんですけども、もうメキメキと桜の花が開花ですね。本当、以前もこの表現使わせていただきましたけども、うん、ポップコーンが弾けるかのようにですね、ポン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 と黄色いじゃない、ピンクの花びらがですね、うん、咲き始めてます。なるほどね。もうね、3分咲きから4分咲きになってますね。今日どうなんだろう、桜が散るにはヤルマンが散るのとね、やっぱり桜の方が長くもしそうだね、もうここまで来ると。そうですね、これは ね、おそらくヤルマンが先に散っちゃうな。この今回の金曜日でですね、うん、最終回迎えますけど、うん、その時に満開じゃないですか。ね、そうですね。いや満開の中さよならだけが人生かな。それはいいと思いますよ、うん、それは素晴らしいことだと思いますよ。昼のチャンピオンですからね。チャンピオンですよ、ね、うん、お花のチャンピオンが桜だったらね。そうそう、ラジオのチャンピオンがもうやる気満々ですよ。いやいや、ねえ、テラちゃん、いろんなことやったけど、テラちゃん今何が頭に浮かぶの。いやー、私ね、今ふっと浮かんでたのがね、やっぱりあの富士山にね、うん、登ったのがさっきも浮かんだんですよ。行きましたね。行きました。富士山の頂上でティッシュを配るという、あったな。このバカバカしさにお金をかけたのはやっぱりヤルマンぐらいですよ。でもね、そう、前半は制作費もあったので、あったね、随分派遣したよ、いろんなところに、北海道にね、なんかあのどこだっけ、しべちゃ高校なんてわけわかんない、あの、作家を派遣したりなんかしてね。あとね、太田くんが突然大阪駅のホームに行ったりとかね。行きましたにね。大阪行ったって別に理由はないんだからね、あれね。意味がないとこがいいんですよね。夢にね、並越徳次郎さんが出てきました。あ、本当？なんだって？いや笑ってましたよ。笑ってた？すごいね。どんな笑い方するんだっけ？ここで大きい声やって。久しぶり。ちょっと違ってきちゃったね、テラちゃん。だからしばらくやってなかったから、ハトはずっと定期的にやってるけど、波越し笑いはやんなかったからな。テレビさん、え、ちょっと声が高かったね。さあね、今日はとにかくね、いろいろやってきた中でね、あのカンヌ・ベネツィアへの道と題したの映画撮影企画何度もやってきたんだけど、懐かしいですね。で、俺がまあこの設定で映画監督で、テラちゃんが俳優と、ね、で、あの名作バネ式もね、カンヌとかそれベネツィアまで行かなかった、夕張には行ったんだけどね。そうですよ。で、あの今日が最後のチャンスということでね、グランプリ取れるような新作映画をね、今日ぜひ完成させるから。あ、ついに、ついに完成。クランク、今あのね、クランクアップですか。はあ、あのテラちゃん、あのなんかでかい町の人混みでしょ、そこは。いや、かなりの人がいますね。で、あのね、まあ、あのまあ、テラちゃんの姿、前の人に気づかれないようにカメラが狙ってるから、ちゃんと。そうです、さっきの、ね、気を抜かないでね。さっきの波越さんので、うん、なんかものすごく皆さん離れてったような気がするんですよ。やっぱいきなりだと見つけてるからね。そうやっちゃいましたからね。危ない人もあるじゃん。どこにカメラがあるんだろうか。いやいや、気にしない、大丈夫。ものすごい人ですよ。もうタッチを狙う天カメみたいにね、やってるから、大丈夫。あのね、高性能ですよね。その場で演技してもらうよ。あの迫真の演技で名シーン撮るからね。今回は恋愛映画。恋愛、うん、やる気満々に愛してっていうタイトルだからね。で、早速シーン1行くよ。シーン1、シーン1、はい。大好きだった恋人テルコと別れてから、20年ぶりに偶然街中でテルコを発見するというね、そういう出会いのシーン。出会い、出会い、出会いですか。で、遠くにいるテルコを発見して、あれ、もしかしたらテルコ、大声ですよね。おーい、テルコ、テルコーとこ叫ぶ。テレビさん、それであの小林に駆け出してね、なあ、テルコだろ、テルコ、俺だよ、俺テラちゃんだよ、お叫ぶ。で、このシーン行くから、そこまで。
ね、でもテルコで、ちなみにね、テルコは別撮りするから、その場にはいないんで、いないんですか、その辺に歩いてる人をテルコだと思ってやってちょうだい。あとで山田香織をテルコにするから。テルコ名前が古いですね。いいじゃねえかよ。テルさんは大声で叫べるからいいけど、あと、うん、で画像編集処理するから、ね、できるかな。じゃあやる気満々に愛してシーン1よーい、いくよ、スタート。あれ、もしかしたらテルコ。おーい、テルコ、テルコ。なあ、テルコだろ、テルコ、俺だよ、俺、テラちゃんだよ。ガーッ。テルミさん、うん、あのね、今ね、小走りのシーンは良かったんだけど、あのね、なあ、テルコだろ、テルコ、俺だよ、俺、テラちゃんだってよっていうところがちょっとね、走っちゃったね、なんかね、小林にみんな感じになっちゃったから。テルミさん、何、結構家族連れもここにいまして。本当、今のじゃあ、まだそれはね、後でね、もう一回様子見るからね、あのシーンに行くから続いて、とりあえず行けるとこまで行っちゃうから。久々にね、今度あの、会ったテルコと思い出話をしてるうちに昔のことをね、思い出しちゃって涙ぐんちゃう。小さい子がごくごくとあのペットボトルのジュースを飲んでたんですけど、うん、私が大声出したら止まりました。いいいい、それはもうほっといてね。あの、久々に会ったテル子と思い出話をしてるうちに昔のことを思い出して涙ぐんちゃう。で、ついには大声出して泣いちゃう。テル子は昔は楽しかったよね、いろんなとこにデートに行ってさ、本当に楽しかったよね。ちょうどこの町が発生するね。えんえんと泣く。えんえんまで来たんですか。最後えんえんをもうテラちゃんの泣き方に任せるから。これはだから言葉で言うとえんえんって言うと分かりやすいからえんえんにしちゃうけど、うわー、もうあの本当に涙でぐちょぐちょな感じ。監督、何、思い出しました。どうしたの。このシーンの時には監督としか呼んじゃいけなかったんですよね。そうだよ、そうだ、懐かしいな。そういう約束ありましたっけ。ありましたよ。監督厳しいんだから。いや監督、でもちょっと私泣きは、大丈夫大丈夫、大谷にだけ泣き上げちゃダメだよ。いや、あいつは天然で泣いたじゃないですか、ね、思い出話、涙ぐんで昔を思い出す。昔は楽しかったね、テルコといろんなところにデート行ってさ、本当に楽しかった。ちょうどこの街が初デートだったと、その街をやっぱその場所だと思わない、自分自身。先週三宅裕司さんが泣く芝居が一番難しいって言ってましたよね。じゃあもう一番ちょっとね、あの、ここはもう肝だな、ここはうまくいかないと。それじゃあシーンに行くよ。今すぐそばに行くよ。老夫婦が近づいてきました。いいんじゃないか、慰めてくれるかもしれないから。もし慰めてくれたらそれもあの取っちゃうから、一緒に取り込んじゃうから。じゃあ行くよ。やる気満々に愛してシーン2、よーい、スタート。テルコ、昔はな、監督噛んじゃいました。ガーッ。ダメだよ、噛んじゃ。噛んでも、噛んじゃったって日常的には噛むこともあんだからさ、それを自然な感じでごまかす演技もやんなきゃ。わかりました。そこはもうなかなか一流になれないよ、これ。そこをごまかすことも覚えても。私今ね、おえつかと思っちゃったの。じゃあテイク2、いくよ、テイク2、ね、やる気満々に愛してシーンに、テイク2、よい、あー。テコ、昔は楽しかったよね、いろんなとこデートに行ってさ、本当楽しかったよね。ちょうどこの街が初デートだったよね。もっとそこ行かないとな。もっとですか。もっと行かないと、もうだ、号泣に近い感じにならないとな。ちょっとじゃあこれテイク2一応取っとくから、またもう一回おさらいするかもしれないからね。今次どんどん行っちゃうから。外国のカップルがこちらをポカーンと口開けて、意外とセカチューのあれかなと思われちゃうかもしれないよ、これ。行くよ、シーンさん。エキストラの人も登場させたいから。え、エキストラ、あのテル子と少し話して打ち解けたテラちゃんはね、昔の恋人時代の気分に浸ってるわけだね。すいませんね、なんかイチャイチャしちゃってと、
でもなんか恋人同士みたいじゃないですか。20年ぶりなんですけど、時間の経つのは早くて、あ、ところで今何時ですかと。これをちょっと道行く人に。なんでなんで？厳しいな。厳しくないよ。この辺りの人は、うん、とってもバリアを張ってるような感じがするんですよ。いや大丈夫だよ。だバリア張ってるような人もついつい、あ、そうか、この人はやっぱそういう今境遇にあってね、あ、少し同情する余地もあったなと。時間聞かれるだけだった。今何時ですよって教えてくれよ。これ大丈夫大丈夫。じゃあ、いや行くよ。やる気満々に愛してシーンさん、行くよ。よーい、あすいませんね、なんかイチャイチャしちゃって。あ、でもなんか恋人同士みたいじゃないですか。あ、20年ぶりなんですけど、時間の経つのは早くて。あ、ところで今何時ですか。時間ですか。はい、時間、はい、2時10分の方だ。はい、ありがとうございます。今のはね、なんかインタビュアーみたいな感じになっちゃう。最後がアナウンサー上がりだから出ちゃうんですね、視線が。そこをなんかもうちょっと普通のね、テラちゃん個人の感情で、あ、どうもありがとうっていうおばちゃんくらいなことを言ってくれるとね、よかったんだよ。限界ですよ監督、これ。じゃあこれ一応撮っとくから、はい、これまたテイク2いくかもしれないけど、じゃあシーン4いっちゃう。これとりあえず、はい、今日は、ね、行けるとこまで撮るからね、はいはい、まずね、続いて愛の告白、あの、はい、場面はね、ジュリアナ東京風ディスコの音は時代の上だから。ここは、ね、音は時代の上なんだ監督、ね、ここはちょっとそれは無理だと思います。いやいや、何みたい、テラちゃんは告白するならみんなに注目される音は時代の上っていう風に決めてるわけで、ね、だいぶこうやるので背景黒巻き処理しちゃうから今日撮っちゃわないと、これもうね、もう時間ないし、これ番組的に、でその場で撮っちゃう。じゃあテラちゃんはその場で踊り出して、ほら私こんなに知り合ないよと、ほらほらこんなに知り合ないよと、自分のお尻の穴を指さして激しく激しく踊ると。で踊りが盛り上がってきたところで、ほら私こんなに大好きよ、20年間ずっと大好きよと、愛の告白をここで叫ぶと。もうここピークだから、このもうずっとその、なんだろう、彼女に寄せる思いがここで爆発する感じ。ここ行かないと。ね、ここ厳しいな。愛の告白。だから世界中の一番盛り上がったことほとんど同じだから。で、行くよこれ。ジュリアナ東京風ディスコのお立ち台の上だと思ってやんないと。行くよ、やる気満々に愛してしんよ。音楽出るんですか。よーい、出るよ出るよ。よーい、すごいいっぱいいるんですよ、人が。私シリアナ東京よ、ほらこんなにシリアナ東京よ、私シリアナ東京よ、ほらこんなにシリアナ東京よ、ほら私こんなに大好きよ、20年間ずっと大好きよ。早くして、早くして。カーツ、なんかね、最後でちょっとバカみたいになっちゃったから。ルミさん、え、今、うん、ここを管理している方がちょっとやっていらっしゃいまして。管理してる人、管理なんて、なんでそこ管理するの。それ、ね、道路でしょ。道路なんですけど、うん、ちょっと掃除をされてる方が。お掃除別に邪魔してないでしょ。でも大声すぎたみたいなんですよ。よし、じゃあもう早速次取っちゃう。腕もうそこ撤収ね、いよいよシーン5だから。で、テレコがテラちゃんの愛を受け入れて、20年ぶりに2人は抱き合って愛を確かめ合うと。で、キスだね。で、ここがちゃんと音を立ててキスをすると。で、愛するテレコと結ばれたテラちゃんは愛のパレードに出るわけだね。もちろんテラちゃんのお箱、ケツパレードね、半分お尻出してケツケツケツつって自分のお尻を叩くと。で、愛だけの愛の言葉を叫ぶと。ね、ここはもうテレちゃんのアドリブ、感動のラストシーンだから、俺がカットと呼ぶまでもうね、やり続けると。いくよ。じゃあもうね、これ時間ないから、もう20年のシーン、もう総計算やる気満々じゃなくてシーン5、よーい、監督待ってください。準備が、うわ、音楽までかかってきちゃったし。ゲッツ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 、勇気を出してゲッツゲッツ、ほら一緒にゲッツゲッツ、あ
愛を買ったろ。ゲットゲット、昼も夜もゲットゲット、春も秋もゲットゲット、いい加減にしてゲットゲット、さあ手をつなごゲット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 、寒くなんてないよゲット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 、恥ずかしくなんかないもんゲット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 、気分よくなってきた。なんかね、江頭2時50分みたいになってきちゃったからちょっと最後がね、なんかこうピュアな愛情表現がちょっとおバカの方に行っちゃったけど、気に入らないんですか、うん、まあいいから、ちょっとね編集してみるからね、これ編集してみるから、ただちゃんとにかくね20年間とりあえずもうここはね、まああの最後の挨拶しなくちゃいけないから、もうボロボロです、ね、ありがとう、一応編集してみるから、で、あのやる前最後の日にねどうだったか発表するから、お願いしますよ、うん、それじゃね、力作ですから、これ逃げてね、管理の人から、もう全身から汗が出てますよ、ね、今、うん、じゃあね、じゃあありがとう、蛇の人がいらっしゃいました。